ドリームクリエイターの銀です。今回はお銀から2つお知らせがあります。まず1つ目のお知らせ、先週銀プロジェクト1万人突破記念企画ドラマ待ちくまの配信が終了しました。皆さんたくさんのご感想本当にありがとうございます。今度は第2弾ということで、なんと銀プロジェクトオリジナル T シャツを制作しました。こちらがドリームクリエイター T シャツです。これドリームクリエイターってあの英語で書いてあって、その後ろなんだかわかります？これそう、あの土下座インヤースです。まあ、銀プロの代名詞とも言えますからね、土下座インヤースは。この土下座インヤースをね、なんとかおしゃれなデザインにできないかって、まあ、ずっと考えてまして、今回ね、デザインをね、チャンルっていうね中国人じゃないですよ、あのチャンリューっていう方にあのデザインしてもらいまして、すーごいかっこよくなったでしょ。これめっちゃかっこよくないですか。普通にまあパッと見これ何かよくわからないんだけど、まあよく見たら土下座かみたいな、うん、そのわかるかわからないかぐらいのこの感じがかっこいいですよね。これ普通にあの夏場とか1枚で着て外歩いても全然かっこいいと思います。私は着て歩きたいと思います。とにかくすごいスタイリッシュにあのデザインしてもらったので、土下座インヤースをすごくかっこいいと思います。でもまだ T シャツ自体はまだ作ってないんですよ。これどれぐらいの人が欲しがるのか、また何サイズが必要なのかっていうのはちょっとね予想がつかないんで、よかったらあのこれ欲しいなって思った方、下のコメント欄に何サイズが欲しいかとかちょっとあの教えていただけると参考にさせていただきたいと思いますので、よかったら下にじゃんじゃんコメントお願いします。情報が揃って T シャツが完成したらまた告知動画出しますので、それまで皆さんしばらくお待ちください。ちなみにお値段は2000円で販売したいと思います。そして2つ目、寒くなってきましたね。この季節がやってきましたよ。ウォーキングイルミネーション2015、毎年恒例のねこの企画、どんな企画かわからない方は去年の動画がありますので、ぜひこちらをご覧ください。まあ簡単に言えば自分にイルミネーションをして街を歩くっていう企画です。開催日時12月12日土曜日19時から撮影をスタートしたいと思います。集合場所白川公園、これいつもと同じ場所です。ちょっと準備とかもあるし18時30分ぐらいには現地にいると思います。持ち物乾電池式イルミネーション、暗めの服、防寒対策、いや真冬のね夜の撮影ほんと寒いんでね、絶対防寒対策はバッチリにしてきてください。乾電池式のイルミネーションもね、私4個持ってるんですけど、1個だとちょっとやっぱ寂しいかなっていう感じなので、まあ揃えれたら2つぐらいあるとちょうどいいかもしれないです。ネットとかでね結構いっぱいあるんで、よかったら検索してみてください。嬉しいことに年々参加者も増えて注目されるのがすごい楽しい、快感だってみんなに言ってもらえる大人気企画なので、画面の前の皆さんもぜひご参加ください。もし参加できるよっていう方が見えましたら、下のコメント欄に参加しますってコメントいただければちょっと把握ができるので、よかったらコメントしてくださいね。ちなみに先ほどお知らせしたこの T シャツ、イルミネーション企画当日は直接販売もしますので、よかったら声をかけてください。前回のプレゼント企画でもありました土下座インヤースステッカーも1枚200円で販売したいと思っております。外れてしまったという方はぜひどうぞ。毎年イルミネーション電球は追加して私も買ってるんですけど、今回はすごいアイテムを手に入れたんですよ。それがこちら LED スニーカー、これすごいんだよね。この内側にねボタンがついておりまして、こうボタンを押すとね、ほらすごいっしょ、電気がねつくんですよ。しかも7色、いやかっこいいよねこれ、うん、ボタンでね、あの内側のボタンでこうやっていろんな色がね選択できたりするんですよ。すごいでしょこれ。
これね、先日ハロウィンで某遊園地に行った時に履いてったんですよ、これを。これがその時の写真なんですけど、まあこのメイクも目立ったんですけど、この靴もね、めちゃめちゃいい仕事してくれましたよ。めっちゃ目立った。もう本当にね、若い子からおばさんまで、ねえねえそれどこで買ったのってめっちゃ聞かれたんですよ。どこで買ったのめっちゃ聞かれました。だから楽天でぜひ LED スニーカーを検索してみてってみんなに言って回って私は宣伝カーかっていうぐらい、もうすごいね聞かれたんですよね、これ。いや、なんていうかね、優越感でしたよね。中にコードがあって USB で充電ができるようになってますので、何回も使い回しが効くっていうね、優れもんですわ、これ。イルミネーション企画当日は私これを履いていこうと思います。もしね、興味があるなっていう方は下に URL 貼っときますので、よかったらご覧ください。はい、じゃあそんな感じでおぎんからのお知らせでした。皆さんからのコメント、ご参加お待ちしております。以上、解散。